皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学空間図形の5回目、今回は立体の表面積1として円柱の表面積と正四角錐の表面積、これを求めていきます。立体の表面全体の面積、これが表面積です。立体の表面全体の面積、これが表面積です。これに対して底面一つ分の面積、一つの底面の面積、これが底面積と言います。そして側面全体、この面積が側面積です。では円柱の表面積を求めていきます。ここに円柱の絵が描いてあります。底面の円の半径は3センチです。そして円柱の高さは8センチになっています。この表面積を求めるとき、この円柱の展開図を考えてください。円柱の展開図こんな風になりますね。側面は長方形です。そして底面が上と下にこんな風についている形、このようになりますね。で、円の半径、底面の円の半径は3センチメートルと、この長方形の部分の縦の部分、これは8センチメートルです。では横の部分はどうなるでしょうか。横の部分ってこれ組み立てた時、底面の円の円周の部分と重なりますから、ここの横の長さは底面の円周の長さ、こう考えます。円周は直径 ×3.14 で小学校で習いますよね。ここでは直径 ×π になるので、直径は6センチなので、ここを 6π センチと、これで展開図が書けました。ではまず底面積を求めましょう。底面は円、円の面積は半径かける半径かける 3.14、 中学校の公式で言うと πr 2乗ですよね。 r というのは円の半径のことです。ですから πr 2乗を使って π かける r 半径3センチですから3の2乗と、サザン学 9π かける9で 9π と、 9π 平方センチメートルね、これが底面積になります。では側面積です。側面は長方形です。長方形は縦かける横ね、この計算ですよね。ですから 8×6π イコール8648で π 平方センチメートルと、これが側面の面積、側面積です。ではこれをもとに表面積を求めていきます。円柱は底面が上と下、ね、展開図の上と下に2つあるので、底面積を2倍してそれに側面積を足すという形で計算しています。 9π、 これが2つあるのでかける2足す側面積 48π、 18π 足す 48π、 これは計算すると66π となるので、この円柱の表面積は 66π 平方センチメートルと、ね、こうやって計算できるわけですね。では次はこの正四角錐の方、こちらの表面積を計算します。正四角錐の表面積を求めていきます。ここに正四角錐の絵があります。底面は一辺が4センチの正方形、側面の部分は底辺が4センチ、高さが6センチの三角形でできています。その三角形4つありますよね。この表面積を求めるときも円柱の表面積、
この時と同じように展開図を書いて考えましょう。底面は一辺が4センチの正方形です。4センチですね。全部直角です。そして側面、三角形でできています。三角形このように4つありますね。同じ三角形が4つあります。でこの三角形は底辺が4センチ、高さここの部分はこれ6センチ、こうなっています。この展開図をもとにしてそれぞれ面積を求めていきます。底面積は正方形ですから一辺かける一辺、4×4 で16ですから16平方センチメートル。次は一つの側面の面積、一つの側面三角形です。底辺が4、高さが6ですから底辺かける高さが2、4×6×割るには2分の1をかけましょう、ね、そうすると12平方センチメートルが1つ分の、三角形の面積。でも側面積は側面全部の面積でしたよね。この三角形が4つで側面ができているのでこの12平方センチメートルを4倍します。側面積は 12×4 で48平方センチメートル、こうなります。じゃあ表面積は底面積たつ側面積出てますよね。底面積は16、側面積は48まで足す48、これを計算すると64になるので表面積、この正四角錐の表面積は64平方センチメートルと、このように計算できるわけですね。今回は円柱と正四角錐の表面積の求め方、これを考えてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。